皆さんこんにちは、あずさです。ちょっとね、前回からかなり間が空いてしまいましたけれども、休暇いただきまして、はい、その後ちょっとお風邪などをひいたりして、かなりね間が空いてしまいましたが、また、今月のね、守護天使からのメッセージから、再開していきたいと思います。すいません、ちょっとまだね、咳とかが残っているので、もしかしたら編集でね切れないところとかがあったらお聞き苦しいこともあるかもしれませんけれども、お付き合いいただければと思います。はい、ということで今年も残すところあと1ヶ月となるということで、2022年最後の今月の守護天使からのメッセージ、お届けしたいと思います。はい、今回ちょっとね、普段あまり、出てこない選択肢謎、使ってみました。いつも通りですね、オラクルオブザヒドゥンワールズから3枚選択肢のカードを選んでおります。選択肢の紹介です。はい、まず選択肢 A の方、はい、選択肢 A の方はザ・パス・オブ・ザ・ゴッズ。選択肢 A の方はザ・パス・オブ・ザ・ゴッズのカード。そして選択肢 B の方、はい、選択肢 B の方はこちらザ・ミラー。選択肢 B の方はザ・ミラーとなります。はい、そして選択肢 C の方、はい、 C の方はこちらテンプルオブドリームス。 C の方は、テンプルオブドリームスのカードです。ABC となります。選択肢は直感で選んでいただいても構いませんし、このカードの絵柄が好きだなというカードを選んでいただいても構いません。2つで迷ってしまいましたら両方見ていただいて、よりねしっくりくる方を選んでいただいても構いませんし、両方それぞれからピンとくるメッセージだけを拾ってパッチワークのようにつなぎ合わせて、ご活用いただいても構いません。今回も、概要欄の方に、タイムスタンプを載せておきますので、お時間のない方はそちらをご活用ください。こちらの動画は、個人向けの占い、鑑定、予言のようなものではございません。今皆さんが自分自身にとってね必要だなと思うメッセージを自分自身で選び取って、毎日のね生活に活用できるよう、私がたくさんのメッセージをそれぞれの、選択肢の中に散りばめてお送りしているものです。どちらかというとビブリオマンシーのように、リラックスしてねお茶受け程度に、楽しんでいっていただけるととても嬉しいです。はい、ちょっと今回は壁紙をねちょっと冬用に買っておいたんですけれども、収支替えして、冬の間はねしばらくこの壁紙で、楽しんでいっていただけたらと思います。はい、それでは今日も A の方から順に、展開してね読んでいこうと思います。はい、それでは A のザ・パス・オブ・ザ・ゴーツを選ばれた方のリーディングを始めていきたいと思います。今回はこちらが現状、はい、エネルギーの現状、はい、そしてこちらが、今ね懸案事項がある方に向けてのアドバイスやメッセージですね。はい、懸案事項ない方はスルーしてください。はい、そしてこちらが今月の、天使さんたちからのアドバイスで、最後にいつも通り選択肢のカードから直接メッセージをもらっていきたいと思います。はい、それではですね、今日も順に展開して読んでいこうと思います。よいしょ、あ、失礼、すいません、今日本当にねあの喉をこうコホンとするためにちょっとプツプツ切れてるかも音がねあまり大きいとね聞きづらいと思いますので、イヤホンで聞いてる方とかね。はい、それではですね、まず現状から見ていきたいと思います。 A さんの現状3枚出てます。せーの、パカ、はい、あ、いきなりディスラプション来た。はい、ディスラプション、崩壊のカード。はい、そしてはい、ペンタクルの10。あ、すごくいいですね。それからソードの4が出てます。はい、なるほど。
こういう感じかしら。はい、では読んでいきたいと思います。はい、なんか A さんね、なんていうのかな、基本的にね、 A さん本当は何も問題がないというか、まあ、一旦これ成功を収めているとか、まあ、ある程度非常に安定した状態とか、そうですね、その安定っていうのももう本当に何の心配もいらないような、一定の成功、一定の豊かさとかね、一定の、幸せっていうんですかね、そういったものをすでに手に入れられているんですけれども、なんか手に入れてしまったがために、なんかね、やってもやらなくてもいいことが人生の中にあって、それが何なのかちょっとわからないんですけれども、だけどやった方がいいんだろうな、でもなみたいな、やってもやらなくてもいいから、少しなんか考えすぎちゃってるのかな、なんか退屈をしてるんですよね、すっごくね、もしくは何かこうやってもやらなくてもいいからどうしようかなとか思ってることに対して、こう身動きを考えすぎて身動きが取れなくなってるっていう感じがすごいあるんですよね。で、この2つからはなんか変えていきたいとか、なんかもっとすっきり動きたいとか、そういったものもすごく感じるんですけれども、ただすっきり動く期待にしてはあまりにもだるいみたいな感じがするんですよね。だるーって顔してますけど、この人たち、なんかあまりね、急を要してないっていうのかな。例えばやっぱり何か変えていきたいとか、もっとこうしていきたいっていうのがあるけれども、でも今すぐ変えなくても多分いいんですよ、もうすでにこう一定の幸せとかを得てるから。だけど、もうなんか今の状態を変えていきたいっていうのがすごくあって、でだけどそのために動く気があるかっていうと、今すぐやってもやらなくてもいいのかな、もしかしたら、まあ、人によっていろいろあると思いますけれども、だからこそあまりやる気が出ないとかね。でそうこうしていくうちに、だんだんなんかこう考えすぎてどうしていいのかわからないとか、まあディスラプション、崩壊のカード、これは一応このサイキックタロットオラクルカードの中で等に値するカードなので、もしかしたらもうこの状態が臨界点に達して、何か突然大きな、このままじゃダメだっていうの、なんかそういうようなサインがやってきている人もいるかもしれないですし、逆に考えすぎてしまって自分で自分をやっぱりこうなんかすごく縛ってる感じもあるので、今回ちょっと考えすぎちゃってるとか、あとは自分で自分に変にこうやらなきゃやらなきゃって思ってるけど体が動かないとかね、そうなんかちょっとそんな感じもしますね。だけど本当はかなりいい状態なんですけどね、なんか頭の中でこれがなんか起こってるのかなという感じがいたします。はい、それでは続きまして、では見えない、領域っていうのかな、エネルギー上ではね、これ、認識してるんですよ。 A さんは今こんな感じで認識されてるんですけど、実際はどうなのかっていうのをね、次で見ていきます。はい、エネルギーの現状ということで2枚ね出てます。せーの、パカッ。はい、ライトのカードと、はい、ファイブオブソーズのカード。なるほどね、はい、はい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 、はい、まあなんかそうですね、やっぱりちょっと今暗中模索中なのかな、そういう感じはすごいしますね。だけどこのソードの5から見るに、結局全部自分次第だって分かってるんですね、 A さんね。なんか自分が力を持ってるっていうのも分かってるし、なんか自分がその気になれば物事を動かしていくこともできるし、なんていうのかな、自分の心持ち次第かな、そうね、そんな感じかも、心の持ちよう次第なんだっていうことをもう内側では分かっていて、で今ちょっと暗中模索って感じはすごいするんですよね。やっぱ先が見えないっていうのはすごいありますね。で先が見えないけれども、先が見えないなりに今はただその本当に今目の前にこの、まあ、ここでも出てるように、そのろうそくで照らせるだけの小さい明かりをもとに、今目のなんか小さい明かりってすごい先までは照らせないですよね。でも足元は見える。だからその足元を見て、
今やるべきことをただやっていって進んでいけばいい時だって内側では分かってますね、 A さんね。うん、ものすごく確信に満ちてるレベルでそれを分かってるし、うん、だから表面的なのかなと思いますね。その焦りみたいなものとか、なんかこうじれったいとかね、身動きが取れないとかっていうのも、うん、本当は今目の前にあることをただ淡々とやっていく時なんだなっていうのをすごく深いところでは分かってるけれども、うん、ついこう現実的なところでもしかしたら表面上で焦ってるっていうのはあるかもしれないですね。だけどご本人はかなり分かってると思います。うん、まあでもやっぱりね、その暗中模索感っていうのはあるんじゃないかなとは思いますね。うん、その先が見えなくて頭では焦ってしまうけど、心の深いところでは、まあ、一歩ずつやっていくしかないよねって分かってるみたいな、はい、そんな感じが出ております。はい、それでは続きまして、今月の懸案事項、はい、懸案事項がある方に向けて、はい、ということで、まあ、懸案事項ね、今何かね、気にかかることとか、これさえなんかすっきりすればなとかね、人によってまあいろんなものがあると思いますけれども、はい、今何か懸案事項がある方に向けて、もしかしてね、いくつかある方はそのうちの一つかもしれないですけれども、うん、そのことに対してメッセージもしくはアドバイスっていう感じで引いております。はい、1,2,3 枚出てます。せーの、バカ、もう喉が変だからバカってなっちゃった、すいません。チャイルドオブハーツ、はい、ゴルディロックスちゃんがね、3匹のクマのゴルディロックスちゃんが描かれてるカード。そしてビッグピクチャーシンキング、はい、はい、そしてライダーオブトリーズが出ております。はい、なるほどね。これはまあもしかしたら現状つながっている方もいらっしゃるかもしれないですし、それとまた別のこともね、当てはめてる、いただいても、なんかねしっくりきたものに当てはめていただければと思います。はい、あ、なんかまた斜めってる、なんかね、なんか A さんでもさっきのもそうですけど、本当は分かってるんですよ、いろんなことね。なんかそれをすごく感じます。本当は分かってるよねって言われてる感じが全体的にありますね。はい、まず今回この懸案事項について言ってることは、今のその何か懸案事項に対して対極的に見れば、どんな喜びとかワクワクすることとか、まあ、さっきの感じで言うとこっちに行けばいいんだっていう風に、こうなんかものすごく分かりやすく分かるっていうのかな、なんかそれら全てにつながる始まりっていうのは、どんなものであってももともとはね、そのなんていうのかな、最初からものすごくワクワクするとか、ものすごくはっきりと分かるとかね、こっち行けばいいんだとか、ものすごい情熱を感じるっていうようなことが最初から起きるのではなくて、最初はどれも一つの小さな好奇心とか、小さなこれは何だろうっていう、そうですね、それ、まあ、好奇心ですよね、知的好奇心とか、ちょっと、見てみたいなとか、どんなものだろうっていうのは、例えばよく、なんだろう、そんなに期待してないけれどもフラッと入ってみて、面白いなーで終わった展覧会とかね、わかんないですけれども、初めはもしかしたらそんなものかもしれませんとか、インターネットね、携帯とかでなんかスマホでなんか見てて、これなんだろうって見て、へえ、こういうものがあるんだって、その時はそれで終わりかもしれないっていうような、そういうような本当に小さい好奇心、ちょっとだけ気になるとか、そういったものから育つものですよって、そのすごく大きな情熱とかワクワクとか、あ、なんかこっちでいいんだって分かるっていうこととかね、こっちに向かっていけばいいんだっていうのが、そのまるで電光石火みたいに、なんかパッてすぐ分かる、
分かってその途端に全てが解決するっていうものではなくて、まずは小さな喜び、小さな好奇心、小さなこれなんだろうみたいなものから育っていくものですよって。で、最初から途方もなくワクワクするみたいなことっていうのはほとんどないですよみたいな感じが今回するんですよね。知らない間にその種が自分の中に植わっていくタイミングっていうのがあって、ワクワクの種とか情熱の種とかこっちの方向性でいいんだっていう種っていうのは、例えば場合によってはその何かこう一個だけねすごいワクワクするってものがいきなり見つかってそっちに行くんだではなくて、5つぐらい小さいいろんな発見が集まってある時、急にあこの5つ使ったらあれができるじゃんって思ったりとかね、なんかそういうような、あそういえばあそこで見たあれもそうだったな、あれだけだとそんなにワクワクしなかったけどそれをこういうふうに活用したのを見たら面白そうだなとかね、まあそういうような感じで最初からこうなんていうのか分かりやすくやってくるものではないですよみたいなことをなんか今回言ってるんですよね。そのことから、アドバイスとしてはまずは何事もやってみてごらんっていうことをまず言っています。何事もなんだろう、なんか期待せずにやってみる、期待せずに見に行ってみるとか期待せずにやってみるとか、これはなんか別に何者にもならないかもしれないと思ってもまずはやってみるとか、そういった意味で好奇心を大切にねともすごく言っています。物事をもっと対極的に見てくださいっていうことをとにかく言ってますね。だからこそその最初から分かりやすい、なんかこうもうこれが欲しかったのっていうのがいきなり目の前に置かれるのではなく、小さいいろんな種を自分の中で知らない間にこう集めていって、ある日突然それが芽吹くとかね、もしくはそのことでやっと謎が解けるとか、自分にとってどうしたらいいかっていうのが、突然ある時分かる。でもそれはいきなり目の前に答えがポンって置かれるのではなく、あなたの好奇心や、いろんなそういうちょっとした行動っていうものが集まりに集まって、ある時それが変わっていく、変化していく、もしくは姿を現すっていうんですかね、なんかそういうことを言ってます。これがどの懸案事項に対してかとかねは人によって全然違うと思うので、ちょっとふんわりはしてますけれども、そうですね、そういうふうにちょっと一歩引いた状態で見てみると、今までもそういったことがいっぱいあったはずですよみたいなことも言ってるので、だからこそあまりこう分かりやすいひらめきとか分かりやすい情熱っていうものを追い求めてしまうと、もしかしたらなんていうのかな、それ一つ一つはその発見したもの一つ一つは大したものには見えないかもしれないですね。そうなので、ちょっと長い目で見てみましょうとか、人生をもっと対極的に見てみましょうとかね、はい、なんかそんなことを言っていると思いました。はい、それでは続きまして今月のアドバイス見ていこうと思います。はい、それではですね、天使さんたちから A さんに向けて今月のアドバイスということで3枚出てます。せーの、パカ。はい、あ、ギブモア出た。ぼっくりあげるよ。いいですね、1年の締めに松ぼっくりもらいました。はい。そして、あ、ダーラナ。はい、そしてインスピレーションのカードが出ています。いいですね、なるほどね、よいしょよいしょ、この方がいいかな。なんか A さん面白いですね。あまり A さん全体的にはっきりと何か言ってるわけではないんですけど、なんでかっていうと、あなた分かってるよねっていう感じがすごくします、全体が今まで見ててね。で、それはすごくね、面白いな。自分で納得しちゃって、はい、では、見ていこうと思います。まず今月のアドバイス、これね、本当に普遍的なことを今回すごく言ってるんですよ。
まず何事も丁寧に集中して行ってくださいっていうことを、すごいね言ってますね。うん、でさっきの懸案事項にもちょっと、なんか重なっていて、あまりね結果にこだわらず、なんかひらめきや導きに乗って、そしてその一つ一つに、そのさっき言ったように結果にこだわらずに、丁寧に一生懸命取り組んでくださいっていうことを言っています。うん、そう、なんかこう結果が欲しいのかな。なんか現状にも出てましたもんね。なんかちょっとなんかどうしようみたいな感じが出てましたけれども、なんかもしかしたら、非常に分かりやすい結果を求めているがためにこんがらがってるって方もいらっしゃるかもしれないですね。人によって違うかもしれませんけどね。Aさんすごいシンプルです。はい、そういうこと言ってます。まず何事も丁寧に、そしてその導きとかひらめきね、この辺出てますので、導きとかひらめきっていうのに、それがね、どんな結果を持ってくるかとか、そういったことはとにかく気にしないようにってことをまず言ってますね。気にせず何でもやってみてごらんっていう感じですかね。しかもここにこのダーラナっていうね、一点集中の、本当に一つのことに集中して行っていくっていう、そういうカードが出ているので、その一つ一つになんか本当にこれでいいのかなと思いながらやるとか、これで一体どれだけのことになんかつながるんだろうではなくて、とりあえず目の前に来たものを一つ一つ丁寧に一生懸命取り組んでいく。例えばですけど、これはすごく分かりやすい例で、別にこういう人はいないかもしれないですけど、例えばお料理を作って、夕飯のねお料理をしている、でその料理をしている時に、これを家族がどれだけ楽しんで食べてくれるかとか、これを食べてくれなかったらどうしようとか、なんだろう、失敗したらどうしようとかね、なんかそういったことを考えるのではなく、愛を込めて、心を込めて丁寧にお料理するみたいなことですね。これも本当分かりやすい例えなので、なかなか料理のことで困る方はそんなにないと思うんですけれども、まあでもそういうようなことです。なんか本当に食べてくれるかな、もし食べてくれなかったらどうするって思うと、料理の手が止まったり、失敗したり、なんかやけどしちゃったりとかね、包丁でこう指切ったりとかするかもしれませんけれども、そうではなく、今目の前でやってるその料理っていうことに集中して、そこに丁寧に心と愛を込めてやっていく。でもしかしたらそれを子供が残すかもしれないし、ね、ご家族がなんかいつもあれの方が良かったっていうかもしれない。でもそれは関係ないっていう感じがすごいしますね。そのことはちっとも関係がない、なんか全部あなたの問題ですよっていう感じもすごくしますね。だから自分が愛情を込めて丁寧に料理したなら、自分は多分美味しく感じるはずなんですよ。それを例えば、そのまだ味覚が発達してない子供が美味しくないと思ったりとか、もしくはね、わかんない、ご家族が残したけど、それはさっきポテチ食べたからかもしれないしね。だからそれは関係のないことなわけですよね。はい、だからそうですね、あまり周りがどう思うかとか、そういったことを気にせずに、そしてそのことがどういう結果を生むかっていうことを気にせずに、一つ一つに集中して、そして心を込めて行っていく。あとはね、まあ、ここでは言ってないんですけど、やっぱりその一つ一つやることを楽しむっていうのもね、まあ集中することの一つの鍵だと私は思いますので、人によってはね、楽しむっていう方が分かりやすいっていう方もいらっしゃるかもしれないので、それはね、人によって、はい、好きに、適宜、取捨選択して取り入れていただければと思います。そして今回ね、ギブモアがわざわざ出てます。はい、なんかね、今月はちょっとね、ぜひ臆せず人に与えていってくださいっていうことを言っています。そして、なんでかっていうと、あなたはすでに十分持っていますよっていうことも言っていますね。だからこれあげたら自分の分がなくなってしまうんじゃないかとか、そういったことはね、全く考えなくていいかなと思いますね。これやっちゃったらいきなり預金が減っちゃうとかね、もしくはこれをあげたら自分の分がなくなってしまうとかね、もしそうちょっとでも
も頭にそういうなんかこうもたげたら、頭にもたげたら、それは気にせずにぜひどんどん与えていってくださいっていうことを言っています。なんかね、もともとこの方 A さんは持ってますね。 なんていうのかな、お金があるとか物を持ってるっていうのではなくて、もうすでにこうちゃんと循環の輪の中に多分いらっしゃる方なんですね。でそれをなんかね、臆せず与えることによって広がっていくっていう感じがすごくします。もっと大きくなっていくよっていう感じがしますね。あと A さんの器みたいなものをすごく大きくするって感じもすごくします、今回。今すごく 2,3 回ぐらい言ったけどでも、そんな感じがしますので、これはね、ぜひちょっと頭の片隅に入れておいていただいて、なんかちょっとこれどうしようかなと思ったら、与えるっていう方向にこう全部こうシフトしていくっていうのかな、されるといいかなと思いました。はい、それでは今日も、最後にね、選択肢のカードから直接メッセージをもらっていきたいと思います。はい、それでは、A のね、ザ・パス・オブ・ザ・ゴッツを選ばれた方に、今月の守護天使からのメッセージ、直接もらっていきたいと思います。今あなたは自分の人生で何が起こっているのかがわからないのかもしれません。止まっているように思えたり、もしくは周りは動いているのに自分だけが止まっているように思えたり、何か急がなくてはいけないのにどうしたらいいかわからないように感じていたり、人生は時にあなたが思っているより地味に見えるかもしれません。本当は人生において一見何が起こっているのかわからない時の方が圧倒的に多いでしょう。なぜならそれはあなたにわからなくてもいいことだからです。もちろんそれがすぐにわかる人もいれば、またはすぐにわかる時もあるかもしれませんが、わからない時というのもとても多いのです。ではそんな時、本当は何が起こっているのでしょうか。もしあなたが今自分の人生に何も起こっていないとか、私の日々には何もないと思えるような時が続いたとしたら、実は内側では成長の機会が作られ続けているということを思い出してください。あなたの人生の表面で何も起こってないように思える時は、その裏側でとても多くの存在や、そしてあなたの無意識、魂やハイヤーセルフなどの領域で物事は常に動き続けています。あなたの人生が次のフェーズへと向かうために、こうしてあなたの見えないところでたくさんの存在やあなた自身が忙しく動き回っているのです。もしかしたらあなたの魂やハイヤーセルフが行っていることは、あなたにとってもしそれが見えたとしてもやはり地味に見えることがあるかもしれません。物質世界から見るとどうしてもそれが必要だとは思えないようなこともたくさんあるのです。ですがそうした小さな一つ一つの内側の変化変容が、やがてあなたを次の旅へと誘っていくことでしょう。物事が動いていないように思えるとき、物事がとてもつまらなく平凡に見えるときこそ、あなたの最も美しい部分、そして崇高な部分、そして楽しく明るく
クリエイティブな部分をぜひ発揮してください。それはとても小さなことでいいのです。日々の生活を楽しんでください。友達とのおしゃべりを楽しんでください。家で行う家事や毎日の仕事を楽しんでください。そういった基本的なことを楽しめていないと、どちらにしてもとても大きな変容がやってきたときに、あなたはそれをうまく扱うことはできないでしょう。どうか今はその静かな日々、そして一見何も起こってないように見える地味な日々を楽しんでみてください。大丈夫、あなたならできます。あなたを愛しています。はい、とっても素敵なメッセージでしたね。すごく私も最近というかここ1、2年ぐらいですかね、すごくよく感じるんですけれども、何もないように思える日々を楽しむっていうのはね、結構レベルが高いんですよね。で、それを言われてるってことは A さんはできるっていうことです。はい、かなり鳥肌が立っていてすごく素敵だなと思ってジーンとしてしまったんですけれども、本当にそう、日々の仕事とかね、ちょっとした出来事をやっぱ楽しめないと、なんか言ってましたね、でも本当そう思います。そういったものを楽しめないと本当に大きい喜びとか、何かなんか自分って変わったなって思うことがやってきた時にうまくね喜べないし、うまく楽しめず、こう扱いきれないんですね。まあそういった状態の時っていうのはね、受け取れないこともとても多いので、これもしかしたらね、今はその練習期間としてもとてもいいのかなと思いました。はい、日々を楽しむ、今この瞬間っていうのを楽しむ、そしてそうしてる間にね、裏でね本当にたくさんの存在や、そして私たちの無意識の領域っていうのがね、超意識っていうんですかね、魂の部分、ハイヤーセルフの部分みたいなものが一生懸命裏でねせっせせっせと動いてくれてるということなので、はい、ぜひね、そこはもう任せていいかなと思います。信頼してね、それもすごく大事なことだと思いますので、ピンときた方はぜひ、こちらもね、参考にしてみてください。はい、それではですね、まあ、またなんかクリスマスあたりにね、店員さんたちのもなんかやれたらなと思うんですけれども、今月の守護天使からのメッセージはこれでね、2022年は最後となります。本当に、このね、私のマイペースなチャンネルですけれども、いつもね、こう聞いていただいて本当にありがとうございます。聞いていただいて、見ていただいて、はい、このね、A をね選んでいただいた方にも、年内ね素晴らしい、これからねクリスマスなんかも来ますけれども、はい素敵なね、12月をお過ごしください。はい、もちろんね、リアルタイムで見ていない方はここから1ヶ月ね、に、今回の、メッセージねご活用いただければと思います。はい、ということで、今月の守護天使からのメッセージここまでとなります。今日もね、本当に、そして1年間聞きに来てくださり本当にありがとうございました。はい、それでは B のザ・ミラーを選ばれた方のリーディングを始めていきたいと思います。今回はこちらが現状、そしてこちらが、エネルギーの現状ね。はい、そしてこちらがもし今ね懸案事項がある方がいらっしゃいましたら、今のねその気にかかってることとか、これどうしようかなと思ってることに対してのアドバイスやメッセージっていう感じで引いております。懸案事項全然ないよって方はスルーして見ていただければと思います。はい、そして最後に、天使たちからね今月のアドバイス、そして、最後にねいつも通り選択肢のカードから直接守護天使からのメッセージもらっていこうと思います。はい、それではですね、よいしょ、こらしょ、だっこいしょ。はい、現状ね2枚出てます。はい、 B さんの現状、せーの、バカ、はい、スピリチュアルストレングスが出ております。はい、そしてソードのエースが出てますね。すごい、なるほど、わあ、よいしょ。はい、 B さんね、なんか何かを、すごくね自分がやりたいこととかかな、もしくは大切な方に関することだったりとか、
そのでもとてもその要はやりたいとか自らの意思で何かをやろうとしている、それを勢いよくすごくね成功させていきたいとか進めていきたいとか、そういうねすごくね強い意志を感じます。でその意志、その意志を持って、なんていうのかな、こう今踏ん張りどころ正念場っていうのか、なんかすごくそう感じますね。今自分がやりたいと思って始めたこととか、そうですね、よしこれを例えばお子さんのために何かこれをやってやるぞとかね、でももしかしたらなんかご自身で人によってはお仕事を立ち上げたとか、分かりやすく言うとそういうこともあるかもしれないですね。なんかそういったものとか新しいプロジェクトを立ち上げたとか、もしくは何かお勉強されててそのことの試験に向かってすごく一生懸命取り組まれてるとか、ものすごく強い意志力をとにかく感じます。でしかもなんか一気に行きたいっていう感じもすごく感じるんですね。なんかイメージで言うとこの人がこうなんか重たいこの天井みたいなのを支えてるんですけど、このなんか意志力でこれを上げてる間にこの下を爆走していくみたいなそう、なんかそれを両方自分でやってるっていうのかな。だからすごい今正念場とか踏ん張りどころとか今頑張り時みたいな感じかな、なんかすごくそれを感じますね。そして何かを成功させようとしているっていう感じをすごく、はい、この2枚から感じました。はい、まあこれはね、表だって、B さんが自分で感じている今の現状というところですね。はい、で、続きまして、ではこのエネルギー上っていうのかな、はい、目に見えない領域では一体、あれ、あ、間違えただんだんね重ねてると分かんなくなっちゃうね。はい、3枚ね。そう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 、エネルギー上では目に見えない領域では今どういう状態なのか見ていこうと思います。3枚出てます。せーの、パカ、はい、ビジョンボードのカード、そしてお、いいですね、ナインオブビジョンズが出ました。最高。はい、そしてお、ザ・オールデストワンも出てますね。なるほどなるほどなるほど、こういう感じか。よいしょよいしょ、はい、あ、すごくいいですね。なんかね、何かすごい長い間培ってきた知恵とか、もしくはあの古来、古来の英知とかね、古い昔からいろんな人が使ってきた何かメソッドとかって方もいらっしゃるかもしれないですし、自分自身でずっと培ってきた、技術とか人脈とかかもしれないですし、もしくは知恵かもしれないんですけれども、知識とかね、そう、もしくはそういったものを持っている人とかをこう使って、もしくは活用してずっと、昔から思い描いてきた夢っていうのが叶っていこうとしているっていうのが出ています。もしくは自分でそれを叶えるため、もしかしたら現状みたいにね意志力を使ってよっしゃーって頑張ってたのかもしれないですね。はい、まだこのねナインオブビジョンズっていう願いが叶う井戸に今まさにこうコインがね、投げ込まれております。もう完全に魔法がここでかかってますけれども、なんかそのことに対してでも何かしらやっぱりね、昔からずっと培ってきた技術、もしくは知恵とか、もしくはこう古来の、わかんないですよ、例えばわかりやすく言うとそういう占星術とか、なんかそういうような古来のメソッドとか、もしくは、どなたかが、そこまで古来じゃないにしてもどなたかがずっと培ってこられた技術とか、もしくはそういったものを持ってらっしゃる方の力を借りるとかね、はい、そういうようなことを通して願いが叶えられようとしている。これ人によっては例えばすごく古の場所で願いが叶ってるって方もいらっしゃるかもしれないです。とにかくなんか、まあ、そのあたりはね人によって違うとは思うんですけれども、すごくこう、なんか自分だけの力
というよりはその過去持っていた、うん、今まで培ってきた技術か、さっき言ったように、まあ、そういう、うん、何か他の、はい、メソッドとかかもしれませんね。だからそういったものがプラスしてついに叶っていこうとしてるっていう感じがします。いきなり何もないところからこう奇跡的に何かポロッと生まれるというよりはそういう感じですね。なのでね、なんかね、全体的にね、その願いが叶ったり奇跡が起きるような雰囲気があるんですけれども、まあ願いは叶うかな。だけどそれはなんていうのかな、盤石な感じがすごいしますね、 B さんの場合。なんかこう起こるべくして起こっているっていう感じがします。そう、なんかこう棚からぼた餅ではないってことですね。そう、すごくしっかりとこの方は準備もされてきてるのかもしれないし、ちゃんと自分なりにいろいろ考えて行ってる方っていうのかな。なんかこれがいつか叶ったらいいなと思って何にもしてないけど突然こうポロッと叶うっていうのではないと思います。だからこそすごい素晴らしいっていうか、なんかあの、そう、さっき言ったようにあのちゃんと理由があって叶っていっているし、だからこその喜びっていうのかな。ね、なんかこう簡単に手に入ったものっていうのは簡単に出ていってしまうみたいな言い方もありますけれども、なんかそうではなくて、やっぱり今までのこの積み重ねとか、もしくはそのメソッドとかで言えば、それを確実にしてきた、先人たちの知恵とか、まあ、そういったものを使ってるからこそ盤石っていうのかな。はい、そういう感じがいたします。はい、素晴らしいです。すごくいいです。なのでまさにね、現状でしっかり頑張ってらっしゃると思うんですけれども、内側ではしっかりね、それも形になっていってますよということを言っていると思いました。はい、それではですね、今月懸案事項がある方に向けてメッセージまたはアドバイスっていう感じでね、引いてます。3枚出てます。せーの、パカッ。はい、Embrace Your Emotions のカード、はい、そしてタートルのカードですね。はい、そしてジャスティスのカードが出てます。そうですね、やっぱりこの方なんか盤石感をすごい感じますね。熟練してる感じも出るしね、なんかなんとなくね、面白いな。はい、まず懸案事項についてのアドバイスまたはメッセージということで引いてるんですけれども、そうだな、なんかね、全体から感じるすごく大切なことはまあ、これね、もしかしたら B さんが望んでることであって、で同時にやっぱ必要なことなんだと思うんですけど、ブレないっていうことをすごく言ってます。なんかブレないでねではなく、なんて言えばいいのかな、ブレないっていうことがB さん的にも、もしくは B さんが今行っていること的にもすごく大事なキーワードっていうのかな。それですでにもうその盤石感があるって言ったんですけど、すでに B さん持ってるんですよ。そのブレない軸を持っていたり、そう、その力はすでにあなたは持っていますっていう感じはすごくきます。だけどやっぱり、人間なのでいろいろやってる中で少しブレることもあれば、なんか分からなくなってしまうとかね、どうしたらいいのか分からなくなってしまうとか、本当にこれでいいんだろうかとかって思ってしまうような時っていうのもあるとは思います。で、それが懸案事項なのかちょっと分かんないんですけれども、懸案事項ね、人によって違うと思うので、で、とにかくアドバイスみたいなのが来ていて、あなたがブレないため、盤石でいるため、こうなんていうのかな、盤石でいる、本当にこうしっかりどしっと自分の、それが夢なのか、何か行っていきたいことなのか、人との関係なのかわからないですけれども、そのことについてこう、例えば人との関係だったら、その周りの人の意見とか相手の意見とかに対して一喜一憂してしまうの自分は嫌だから、もっとどしっとしていたいとか、
何か自分でプロジェクトを立ち上げてるんであれば、そのプロジェクトに対してもっと不安を感じずにこう確信を持って進めていきたいとか、もしかしたらそういうような何か、そうブレずに進めていきたい、もしくは自分を信じられるようになりたいとか、自分の今やってることを信じていきたいとか、なんかそういうのも感じます。で、そのためのアドバイスみたいなのが来ていて、まずあなたが日々感じることとか、不安、むしろね、不安とか恐れかな、なんか喜びとかではなくて、そのさっき言ったようにちょっと不安になってしまうとか、ちょっとブレてしまうとか、本当にこれでいいんだろうかって思うような時っていうのかな、そういう時にその不安とか恐れっていうのを押し込めないで、むしろそれを表に出して、気づいてあげて、ちゃんと表に出して一つ一つ認めてあげていってくださいっていうことを言っています。なんかさっき言ったように、自分がしてることとかやってることとか、もしくはどなたかとかを信じていきたいとか、この仕事、このプロジェクトを信じたい、この関係を信じたいとか、この方向性でいいって信じたいとか、そういったものをより心から信じることってすごく大切なんですね。やっぱ私たちのこの内側っていうのが表にどうしても映し出されてしまうので、映し出されて、それがたとえその時まだその方向性でこう確定してなくても、一見やっぱり良くないのかなって思った途端にまたガタガタガタって崩れていくので、やっぱそういうその信じるっていう力ってすごい大切だし、ブレない、そのこっちでいいよねって思ったことに対してブレないってすごく大切だと思うんですけれども、そのためにはむしろなんかね、ここから来るのがね、なんか信じていくから不安や恐れが出てきた時に、いやそんなこと感じないみたいにしてる感じがすごいなぜか来るんですよね。そう、なんかそうではなくて、むしろ不安や恐れが出てきたら、おやそんなとこにいたのねって言って、一個一個拾い上げて、表にこう、なんていうのかな、こう中に押し込めるんじゃなくて、あ、おいでってこうつまみ出して、よいしょってこうテーブルの上に出してあげるっていうのかな、まあ、それがね、いつも言ってるように何でもノートみたいなのでもいいので、そんな感じで、あなたの中にある不安や恐れっていうのをつぶさに一個一個見て、そして、認めていってあげる。でこの認めるっていうのはいつも言ってますけれども、そう思ってるんだねぐらいでいいです。あ、そんな風に私思ってるんだねとか、もしくは、あ、まあそう思っても仕方ないよねとか、人間だからそういう不安はあるよねとか、そんなんでもいいですし、もうそんなのもそんな風にすら思えないんであれば、あ、なんかOK みたいな感じでいいです。本当に了解みたいな。ああ、そういう部分あるのね。はいみたいな感じでもいいです。だけど、見て見ぬふりをするとか、押し込めるとか、不安を感じないようにするっていうのは逆効果だっていうことですね。むしろあなたの中にある、その非常に人間らしい恐れとか不安っていうのは、それを見つけたら、決して見て見ぬふりをせずに、机の上に出してあげて、そしてしっかり感じきってあげるとか、しっかり認めていってあげる。もっと言うと、ここにね、エンブレイスと書かれてますけれども、抱きしめてあげるっていうんですかね、そういう気持ちを、そうだよね、怖いよねとか、不安だよねとか、これでダメだったらどうしようって思うよねみたいな感じで、一つ一つそのことを、認めて抱きしめていってあげる。一時期ね、ほら、よくポジティブでいることがすごく大事みたいな、ね、そういう風潮があった時に、こう逆効果になってしまった人ってすごく多かったと思うんですけれども、そう、ネガティブなのが出てきたら、ダメっていう感じで、むしろそうするともう超逆効果なんですけどね。そう、そういう感じで、ついその癖がついてる方もいらっしゃるかもしれませんので、そういった方はぜひ、不安や恐れっていうのは、見て見ぬふりをするとか、押し込めるとか、ダメなものではなく、むしろ表に出して、よしよしってしてあげるものだっていうことですね。はい。なんていうのかな。家の土台の根っこが、なんかこうちょっと腐ってるとか、シロアリがいるみたいな時に、見て見ぬふりしたらダメですよね。そのうち家が傾いちゃうと思います。なので、早めに全部対処していってあげるっていうのかな、それはすごく大事ですよっていうことを言っていますね。でそうすることによって、すごくね、こう B さんの見えない部分で
内側がすごい安定してくるっていうことを言っています。そうするとちょっと不安なこと、例えばなんか売上が少し今月うまく立たなかったとか、もしくは自分的にはいいと思ったものの評価がいまいちだったとか、そういう時にブレずに、そういう時もあるよねって思えるとか、もしくはそのことを非常に客観的に、評価して、じゃあこれは、こういうふうにして、そのうち、新しいことをやる時には ここの反省点を生かしてこういうふうにやっていこうみたいに前向きに捉えることができるっていうのかな、そういった意味でブレないようになっていくっていうようなことを言っていると思いました。はい、ちょっとね、懸案事項によってな、人によってね、それ違うと思いますので、ピンときた方はね、そのピンときたことに当てはめて、考えていただければと思います。はい、では続きまして、今月の店員さんたちからのアドバイス。はい、ということで、今月の、B さんに対してのアドバイス。はい、from 天使たちということで、3枚出てます。せーの、パカッ。はい、天のぶソーズのカードと、はい、チューズワイズリーのカード、そしてザ・スパイダー&パッションフラワーということで、はい、雲とパッションフラワー、時計草かな、これはね。今パッションフラワーね、いっぱいありますけどね、よいしょ、これは特に時計そうだね、かわいいね。はい、ちょっと雲苦手な方ごめんなさいねまあリアルに書いてありますけれども、はい、では読んでいこうと思います。はい、すごい面白いですね。なんか、いや、なんかこれ B さんお仕事かな、仕事か、でも何かしら活動とか全体的に感じますね。何かされてるんですね、今一生懸命ね。すごい面白いんですよ、今回の今月のアドバイス。とても実用的というか、まずね、よく観察することを通して最も少ない力でうまくやる方法を考えましょうって言っています。そうで、大丈夫、必ずそれは見つかりますということも言っていますね。そして選択肢が多い場合、こういうこともできるし、こういうふうにもできる、だけどどれがいいんだろうみたいに選択肢が多い場合は、全てのリスクや可能性っていうものを検討した上で、よく考えた上で一つの計画に、絞って、そうだな、その計画っていうのがさっき言ったように、最も少ない力でうまくやる方法、なんかそういうこと言ってるんですよね。なんかね、ちょっと考えて工夫して行っていくっていうことを言っています。そうだな、例えばね、このカードを例えて言うと、この竜を閉じ込める、竜を鎮静化するっていうのを、このナイトがね、なんかそういうふうに、命を受けてね、じゃあ、この竜普段はすごい強くて、すごいこう、絶対に、このナイトがね、剣を一本持っただけではなかなか太刀打ちできない。で、たくさんの他のナイトたちは倒されていったと。じゃあどうしようかって言った時に、この竜が、わかんないですよ、なんかお腹いっぱいになって野原で寝る時間があるっていうことを、もしかしたら3ヶ月ぐらいこう見張ってね、遠くから観察して、あいついつもあそこで寝るんだな、このご飯の後はっていうことが分かって、そして、しかも他のみんながね、剣一本で立ち向かってるのを見て、あ、剣一本じゃダメなんだなみたいな、わかんないですけど、それでこのなんか寝ている間に剣を10本持ってきて、あいつを囲んでしまえみたいなね、わかんない、こうなんか魔法の剣でこう力をこう封じ込めるとかね、そうすると結局このナイトっていうのは自分は傷つくこともなく、そして、死の危険をね犯すことなく、短時間でこれをなんか成し遂げたみたいな感じが今回すごいするんですよね。
で、このカード自身は創意工夫っていうカードです。そしてこれもね、賢く選ぶっていうね、そういうカードなんですね。そして同時にね、こうちゃんとその賢く選んでいって、でも道はちゃんと見つかってるっていうカードなので、この全体から本当にね、とにかくよく考えましょうとか、よく計画を練りましょうとか、そして選択肢が多いのであれば全てを検討しましょうとかね、つぶさに一個一個見ていきましょうとか、そういった感じがあります。そして一つの計画に絞ったとしても、プラン B みたいなのがあるとより安心ですとかね、なんか本当それぐらい非常にね、なんていうのかな、なんかしっかりと練られた計画っていう感じが全体からします。そしてそれはもしかしたら成功法ではないかもしれないですね。だけど自分にとって最も行いやすいとか、自分が最もリスクを受け取りにくいとかね、そう、全てあなた自分自身のためによく計画を練りましょうみたいなことを言っています。なんかね、すごい3枚で同じようなことを言ってるのですごい面白いなと思いました。まあ、ちょっとこの B さんが一体何をしようとしてるのかわからないんですけれども、これ裏を返せば、あまりね、その急いで、もうとりあえずこれでみたいな感じが全然ないので、もし何か焦ってる方とか、もしくはなんか早くこうローンチした方がいいんじゃないかとかね、少しでも他の人になんかこうその場所を取られないために早く行って場所をなんか慌てて決めて、その泣かないですけど、何かそのイベントをやる場所を抑えた方がいいんじゃないかとかね、人によっていろいろあると思うんですけど、そうではなくよく考えて、そして、全てのリスクとか、可能性ということを検討した上で、あなたにとって最もいいと思える計画を一つ絞り出して、さらには、こう予備のプランみたいなのを、用意しておいてもいいかもしれませんみたいな感じですかね。でもね、なんかね、なんていうのかな、それだけ用心してくださいっていう感じは全然しないんですよ。なんかね、楽しい感じがなぜかするんですよね。そのことを考えてる時が楽しいんじゃないかなっていう感じがなぜかすごくします。なのでなんか楽しんでされればいいんじゃないかなと思います。一個一個こう書き出していって、こうしたらどうだろうとか、そしてあ、いいかなと思ってもすぐに手を出さないっていう感じもありますので、はい、よく考えて自分にとってベストだと思える道がある時必ず見つかりますので、それまでしっかり検討していきましょうというようなことを言っていると思いました。面白いですね。はい、 B さん一体何をしようとしているのでしょうか、わかりませんが、はい、これもねピンときた方はぜひね、ご参考になさってみてください。はい、それでは、最後にね、選択肢のカードから直接ね、メッセージをもらっていきたいと思います。はい、それでは、B のザ・ミラーを選ばれた方の、選択肢のカードから、今回もね、今月の守護天使からのメッセージ直接もらっていきたいと思います。人生がここから変わっていくように感じているかもしれません。もしかしたら今ここにいるあなたを、あなたはずっと昔から望んで、そして計画を練って、こうしてやってきたかもしれません。ですがあまりにその時間が長かったり、願いが大きかったりした場合、願いが叶っても実感が湧かないということもあるかもしれません。なぜならこれはゴールではないからです。確かにあなたの願いが叶ったとしても、それはゴールではなく、むしろここから今までよりも取り組むことが大きくなるというだけです。つまり一つのターニングポイント、もしくはスタート地点であるということです。願いが叶うというのは、人によってはそれがまるでゴールに感じて、願いが叶いさえすればというように思うこともあるかもしれませんが、あなたはここからが正念場、ここからが、自分にとっての
本当の意味でのスタートだということが分かっているかもしれません。だからこそあまり何か願いが叶ったとか、自分が今まで願ってきたことの場所についに自分はそこの地点に立っているんだというような実感が湧かなくて少し戸惑っているかもしれません。ですがまずはここまでやってきた自分を褒めてあげてください。そしてずっと前の自分、もしくは、少し前の自分ではとても想像できなかった場所に自分が立っているということに今一度気づいてください。願いが叶ったということをもう一度認識して、そしてもっと自分をお祝いしてあげてください。なぜならこれはとても大切なことですが、あなたの人生はまだこれからまだまだ続いていきます。ですが人生で振り返った時、とても大切な節目、そしてあなたがやってきたことの集大成、それはあなたの日々の心の持ちようや努力の結果だからです。あなたに対して、そう、自分自身に対してこれは当たり前の結果だなどと言わないであげてください。自分自身に対して、あなたがこれまでよく頑張ってきたからこそ私たちはここに来れた、あなたは本当によくやった、そしてこれからも私はあなたの一番の味方であるということを言ってあげてください。労をねぎらってあげてください。褒めてあげてください。たくさんたくさん愛し慈しんであげてください。私もいつもあなたを愛しています。はい、ということでとても素敵なメッセージでした。やっぱり何かね、なんか節目っていう感じがしますね。 B さんね、何か願いを叶えたっていう感じもしますしね。全体的にもしかしたら今まさに叶えてる途中っていう方もいらっしゃるかもしれません。エネルギーの現状でね、まさにあの願いが叶わんとしている、もしくは、叶っていこうとしているっていう感じでね、現在進行形の方、もしくは、これからっていう方もいらっしゃるかもしれませんが、もしね、あとちょっとっていう方はこれをね、ぜひ参考に、もっともっとたくさん自分を褒めてあげて、本当にここまでやってきた、あともうちょっとだよっていうね、そういうふうに言ってあげるのもいいかもしれません。はい、ということで、B のザ・ミラーを選んでいただいた方のリーディングは以上となります。はい、今年もね、1年間今月の守護天使からのメッセージ聞いていただき本当にありがとうございます。ぜひね、ピンときたものは、参考にしていただいて、もしね、全然違うよってことはスルーしていただいて構いませんので、もしね、本当これピンときた方いらっしゃいましたら、たくさんたくさん自分を褒めて、そしてお祝いしてあげて、そしてね、新たな人生に、はい、向かっていかれてください。はい、今日も聞きに来てくださり本当にありがとうございました。はい、それでは、C のテンプルオブドリームスを選ばれた方のリーディングを始めていきたいと思います。今回はこちらが現状、そしてこちらがエネルギーの現状で、こちらがですね、今懸案事項がある方、なんか気にかかることとか、これどうしたらいいのかなと思ってるような、気にかかってることがある方はそのことについてのアドバイスやメッセージっていうのを引いてます。懸案事項ゼロだよって方は、はい、毎日楽しくて仕方ないよって方は、スルーしていただいて構いません。はい、そしてこちらがですね、天使たちから今月のアドバイス、はい、で、最後にいつも通り選択肢のカードから直接メッセージをもらっていきたいと思います。はい、それでは、今日もですね、順に展開して見ていこうと思います。はい、まず現状ですね。 C さんの現状2枚出てます。せーの、パカ、あ、いきなり暗いの来ました。ハートエイク&ロス、はい、ちょっと中森明菜さん風の、はい、そして
ソードの2が出てますね。これね、ソードの3なんですよね、実はね。まあ、それに相当するものなんですけど、ソードの2と3が出たっていう感じですかね。はい、まあ、ちょっとアンニュイな雰囲気がありますけれども。なるほど。はい、かなりシンプルというか、そうですね、なんか傷つくのが怖くて動けないというのがとにかく入ってきますね。なんかすごく最低ラインを守ってるとか、守りに入ってるとか、ちょっと今動かない方がいいかなと思って様子を見てるっていう方もいらっしゃるかもしれないですね。でもね、なんか恐れですね、恐れをすごい感じます。恐れから動かないでいるっていうのをすごい2枚から感じますね。恐れ、不安、人によってはさっき言ったように傷つくのが怖いとか、まあ、もしくはちょっとそのこの先どうなるか分かんないからちょっと様子見よう程度の人もいるかもしれないですね。まあね、このあのサイキックタロットオラクルカードの中でも一二を争う暗い雰囲気のカードなんで、まあ、それが出たってことはやっぱなんかちょっと恐れ不安、傷つきたくないとかね、なんかそれはあるかもしれないですね。だこれがねそんなにね重たくないので、まあ、人によってこれが強い方もいればこっち寄りって方もいらっしゃるかもしれないですね。まあ、いろんな方がねいらっしゃると思うので、まあ、それが何かわからないですけれども、今ちょっと内にこもってる、もしくは動けないでいる、守りに入ってる、様子を見ている、はい、そんな感じがいたします。でこれは、C さんのが自分で認識している現状ですね。はい、で内側エネルギー上ではね、ではね、今どんな状態なのか見ていきたいと思います。はい、エネルギーの現状2枚出てます。せーの、パカッ打って変わりすぎだろうみたいな、スタートはニューのカードとホープ、素晴らしいですね。これはこのサイキックタロットラクルカードの星のカードに相当するものですし、これもすごくいいカードですね。わー、そうなんだ、あらあらあら、これはあのC さんちょっと現状では怖いとか、もう動きたくないとか嫌だなと思ってるかもしれないけど、これね、あの抗えないですね。ものすごく輝かしい希望に満ち溢れた新しい変化変容、もしくは始まりっていうのがもう内側から勝手に生まれてきちゃいますね、これ。なんか表では、表面上、先ほどのね現状では怖がっていても、実際の C さんのすごいこの超意識、魂のレベルとか内側ではこの新しい変容変化に対して完全に開かれてます。だからあのもしかしたら、今まで体験したことのない変容なのかもしれないですね。だから怖いのかも、すごく、何これ、何これ、やだ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 みたいな、そういうのがあるかも。もしくは私もそうだったんですけど、本当に大きい変化変容の時ってあのこう三次元的っていうんですかね、こう物質世界ではすごく良くないことが起こってるように見えたりもするので、人によってはそういう方もいらっしゃるかもしれないですね。とにかくね、新しい何か爆発的なエネルギー誕生する、こう爆誕っていうんですかね、本当になんか止められない爆発的なエネルギーが誕生しようとしているものをすごい感じます。どんなにこう抑え込もうとしてもブワッて出てきちゃうみたいな、そういうような感じですかね。はい、あの私がこう魂がね首の後ろから抜けた時とかも、あの体がものすごい抵抗したんですよ。なんか出てこうとしてるのが分かって、あ、なんか私の内側が、なんか私の内側の何かが、意識が首の後ろから出ようとしてるって思って、すごいそんな体験をこの意識がある状態で感じたことがなかったので、ものすごい怖くて、思わずこう体にすごい力を入れて、こう椅子にしがみついて、それを
止めようとしたんですけど、まあね、まあこれ聞くとアホだなって感じですけれども、でもその時はなんかもう無意識に止めようとしたんですよね。あまりにもしたことのない経験だったので怖くて怖くて、だけどまあ会えなくスポッて抜けてしまったわけですね。なんかそういう感じもすごくしますので、なんか内側からまさにね、こう例えば蝶々とかもそうですけどね、このイモイモちゃんね、このアオムシちゃん、イモイモちゃんももしかしたら人によってイモムシによってはなんかまだイモイモしてたいと思っても、なんか勝手にこう口から糸が出てきちゃってみたいなとかね、なんかこう気がついたら勝手にサナギになっちゃうとかね、もしくはサナギの中でぬくぬくしてたいと思っても勝手にこうサナギの背中が割れてこう蝶々になっちゃうとかね、まあそういうのってあると思うんですけれども、なんかそういう感じですかね。もう春になったらもう出ていかざるを得ないみたいな、なんかそれぐらいのどうしようもない、もうこの、さっき言ったようにその超意識ではもう生まれ変わろうとしている、そう生まれ変わるって感じもあるかな。だけど表層意識、顕在意識とか潜在意識、潜在意識、顕在意識レベルではやだ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 って思ってるみたいな、はい、それをすごい感じますね。はい、まあこれ仕方ないですね。はい、お疲れ様です。はいそして、じゃあ懸案事項をね見ていきたいと思います。はい、これ懸案事項もしかしたらね、ちょっと表表面的にすごく怖がってたので、それが懸案事項って方もいらっしゃるかもしれませんが、まあピンときたものをね当てはめていただければと思います。3枚出てます。せーの、パカ。はい、ペイシェンスのカードと、よいしょ、はい、リスンとユアトゥルーフィーリングスのカード、はい、あ、そしてエースオブワンズということで、なるほど、そうか、なるほどね。まあなんかつながってますね。まあ私が勝手にそう思ってるだけかもしれないけど、でもなんかやっぱ生まれるって言ってますね。なんだろうね、何かが表に出てくるとか生まれるとか、そういう感じをすごく受けます。自分が生まれ変わるって方もいらっしゃるかもしれないね。さっきのもで見てて思いましたけど、ちょっとねふんわりしてますね。だけどピンときたら、まあ、当てはめていただければと思うんですけど、まずそれが生まれてくる、もしくは表に出てくるのはとてもとても密かに静かにそれは行われますっていうことを言ってますね。すごくねひっそりと、あなたが気づかないうちにみたいな感じなんですよ。それでしびれを切らさないようにって言ってますね。それが面白いなと思います。決してしびれを切らさないように、イライラして何なのよって、まあなってもいいんですよ、別にそれでどうにかなるだけじゃないけど、ただしびれを切らしたくなるかもしれないけど、それはあまり C さんにその姿、なんか変化変容していく姿っていうのを、なんていうのか、例えばこう物事が、さっき言ったようにこのテフテフさんとかだったら、そのさなぎから生まれるシーンって見えるじゃないですか、見ようと思えばね、人って。でもこの C さんの変化変容っていうのは、次の瞬間気づいたら蝶々になってたみたいな、そういう感じをすごい受けます。でもその蝶々になってるのすら土の中で行われるみたいな感じなんですよ。それがねすごい面白い。あなたにその姿を分かりやすく見せないかもしれませんって言ってます。そしてあなたはそれになかなか気づかないかもしれませんとも言ってます。でも確実にそれはやっできます。静かにしてもう少しの我慢ですっていうことを言っていますね。意味不明ですねでもなんかだから内側の変容なんじゃないかな。これを見ててすごく思ったのは、本当の大きな変化変容って、外からわからないんですよ。例えば人によって大きな変容っていうと、なんか転職することだったり結婚することだったり、
いきなり大きいお金が入ってくることだって思う方もいらっしゃるかもしれないです。そうすると認識できるのでね。でもその変化変容って私いつも言ってますけど、それはただの結果であって、それは実は変化でもなければ変容でもないんですね。本当の変化変容っていうのは、あれって気づいたら自分が変わってしまってるっていうことです。これが最も大きいって私はいつも思います。例えば、あれなんか気がついたら私お金に対しての心配が全然なくなってるとか、あれなんか気づいたら私毎日心配全然してないわとか、不安がないわとかね、なんかあれこの間まであんなにこのことに執着してたのにどこ行っちゃったんだろうあれとかね、なんかそういう全く自分が認識できてないけれども、そしてこの自分の手でこうしっかりつかめないような変容、気づいたら自分の手の中からスルッとすり抜けてパカッて開いちゃってるような、そういう変容をすごい感じますこの方。そしてアドバイスとしては、この2枚をすごい感じるんですよね。静かにして、そしてよーく耳を傾けて、そうしたらもしかしたら気づくかもしれないよみたいなことを言っていますね。だからなんかしびれを切らさないようにってさっき言いましたけど、何なのもういいよと思ってすごくこうネガティブな方向に考えてしまうとか、投げやりになってしまうとかね、もしくはなんかこう不安で仕方ないから三次元的な変化を起こそうとがむしゃらになってしまうとか、そういったことは推奨されてませんそういうことはしないでねって感じですかね。ただ黙って静かに耳を澄まして座っててみたいな、そういう感じなんか日々もし焦ったり不安なことがやってきたとしても、よしまずは今日を一日を丁寧に生きようとか、しっかり生きようとか、そうされるともしかしたら毎日がとりあえず前に進んでいくかもしれませんね。なんか怖いんだと思うんですよ現状を見てると。でもだからこそ、なんか多分本当に大きい変容の前っていつも言ってますけど、すごく不安に思う三次元的な出来事が起こりやすいです。もしくはいつも起こってることなのにその時妙に怖く感じたりとかすることもあります。そんなことも言ってるのかなと思いますね、人によってはね。そこでジタバタしないとか、そうペイシェンス出てますので、そうスルーザダークネストゥーザライトっていうことでね、これもね書いてありますけれども、今はすごくこう、先が見えないように思えたり、すごくこう、夜明け前の暗い感じに思えるけれども、その夜が明ける前には必ずその夜を通らなければいけない。だから静かに、そしてもう少しの辛抱ですみたいな、なんか声が小さくなるんですけど、本当そんな感じ。さあもう少しの辛抱ですよっていう感じがします。そして何かが変わったとしても、それはあまり分かりやすく感じられないかもしれませんっていうのも感じます。気がついたら変わっている。しかもそれはさっき言ったように、例えばお金がどさって入ってきて助かったっていうようなことではなく、例えばですよ、お金で今困ってる、それがすごい苦しい大変で、だけど内側でももう変容が始まっていて、さああなたはもう変わってしまいましたよってたとえ言われたとしても、お金がどさって入ってきたわけではない、だけどなぜか私の心の中にお金に対する不安がなくなってしまったっていうような感じ。これは一つの例えですけど、そうすると結果的にどうとでもなってくるんですね、お金っていうのはね。それにすごくこう、これ一つの例えですけれども、そういうふうに三次元的に何か問題が解決したように見えたり、何かすごいことが起こったようには見えないかもしれないけど、その代わりこう、なんていうのかな、ものすごく大きい、今後一切を変えてしまうほどの心の持ちようが手に入るとか、もしくはその執着が取れたり不安が取れることによって今後の人生がとても生きやすくなる、そういうなんか一つのこう秘技じゃないですけれども、
それを手に入れるような感じ、もしくはそれが勝手に生まれてくるような感じ、はい、それをすごく感じました。はい、まあ、ちょっと嫌悪事項が何か分かりませんけれども、まあ、そのことについてのアドバイスが、はい、ふんわりとはしておりますが、そんな感じで来ております。はい、それでは続きまして、今月のね、天使さんたちから C さんに向けて今月のアドバイスということで、4枚多めですね。はい、4枚出てます。せーの、パカ。はい、アラディア来た。ちょっと私の中でこれは最も強いカード、すごい、アラディア出ちゃった。はい、そしてザムーンが出てますね。わかるわ、なるほどね、もうまさにって感じですね。はい、すごい、ツーオブチュイーズが出てますね。まあすごい、まあすごい、まあすごい、こんな感じかな。はい、そしてわ、すごい、テンペランスが出てます。すごいですね。これはちょっと C さんすごい。でもさっき言ったようにやっぱり分かりやすくはないかもね。でもすごい、私の目線から見るとすごい。はいはい、ではアドバイス見ていきたいと思います。やっぱりね、その C さんにやってくる変化っていうのは、表立って起こるということばかりを見ていると、表立って分かりやすく起こってくる奇跡とか変化っていうことにばかり気を取られていると気づかないかもしれません。でやっぱりさっきの通りですね、ふと気づいたらいつの間にか変わってしまってること、それしかもそれは非常にね、物質的な変化ではないんですよ。だけど圧倒的にこのあなたを内側から変えてしまうものですっていうことを言ってますね。まさにそんな感じ。そしてね、なんていうのかな、私この間まで緑だったけど今朝起きたらピンクになってるみたいななんかそれはだとまあ色だと分かりやすいですけど、まあ、そのぐらいなんかあなたが作り変えられるっていうのもすごく感じます。違う人間になってしまうとか、でもそれは自分らしくなくなるってことではもちろんなくて、なんかね、あることに対しての恐れとか人生に対する不安とかそういったものを感じなくなるんじゃないかな。あまり、まあ完全なくなることはないのでね、私たちの人間でいる限り。だけど今までとは比べ物にならないぐらい、はい、まあこのね、ツーオブチュイーズっていうのはすごいんですよ。すごい圧倒的な成功を収めるとか、まあ、そういうようなもう満たされるとかね、なんかそういうカードなんですよ。でこのアラディアはいつも言ってますけれども、非常にスピリチュアルな部分で、全てはサポートされ、全てをなんていうのかな、スピリチュアル的な成長を遂げた人のカードだからこそ、ありとあらゆる存在はあなたを守るし、そしてあなたをより促進させていくみたいな、全てあなたの味方ですぐらいの、なんかすごいんですよこれ。ハイパーカードなんですよ私の中で。なんかある一定の素晴らしいレベルにあなたは達しましたみたいな、そういうカードなんですよね。でそこにこのテンペランスのカードが出ていて、何か今回はね、やっぱこの錬金術師的な雰囲気をすごく感じますね。あなたが完全に作り変えられるとか、今まであなたがなんか鉄でできていたものが全部金に変わるみたいな、それぐらいの変容だけど、それは内側の変容なんですよ。そうで見えないでしょうって言ってます。それはもしかしたらそのあなたのその分かりやすい人間の目から見ると、ちっともだからって思うように一見感じるようなものかもしれないけど、今ね、今そのことを聞くとそう思うかもしれないけど、一旦こうなってしまうと本当にガラッて世界の見る目とかが変わっちゃうんですよ。だから何も怖くなくなってきたり、生きてるだけで幸せな気分になってきたりとか、
もしかしたらもう興味を持ってるものすら変わってしまうかもしれないですね。はい、まあ、今月のアドバイスということで来ているので、そのやっぱり先ほどの懸案事項とね同じようなことを感じるんですけれども、あまりその3次元で起こってくることばかりに目を向けないようにとか、あとはちょっと心の準備をとかね、なんていうのかな、なんか変化変容っていうのは、なんか目の前にその赤い車がやってくるってことだって思い込んでたとしたら、ずっと赤い車が来るのを越えて一生懸命こう見てて、で、はい、変化変容が遂げられましたよって言われて、いや赤い車どこにもいないけどって思ったら裏に止まってたみたいなねなんかそういう感じです。なのでなんかあまりじーっとまんじりともせず待っていると逆に遅れるかもしれないし、なんだろう、そうだな、気づきにくいかもね。まあ気づかなくてもやってきちゃうからさっきのエネルギーの現状みたいに勝手に内側からやってきちゃうからもうしょうがないと思うけど、あとやっぱちょっとドーンと構えていましょうみたいなのもありますね。あまりこうアクセクしないとか慌てないとかね、そういう感じもありますね。そしてあなたには何もできませんって言ってるそんな言い方しなくてもいいじゃんみたいな感じですけど、まあどちらにしてもあなたにはもうなんか何もできないから、なんか受け入れるしかないような感じっていうのかな。所詮人間の、脳みそで考えてる範囲内で起こることではないので、ジタバタしないみたいな感じがありますね。なのでこれはもしかしたら目覚めみたいなねものを経験する、そういう風に感じる方もいらっしゃるかもしれないですね。まあ人によってね、なんか呼び方はいろいろだと思うので、私は別にそれがその通りだとかその通りじゃないとかはどうでもいいと思うんですけれども、そう、何かこう世界の仕組みみたいなものがありありと見えてきたりとかするかもしれないですね。そう、まあ、なのでアドバイスっていうか、まあそういうことを言っております。すごいね、私にとってはこれは、まあ、これタロットではないんですけれども、世界のカードぐらいの、はい、なんかそのぐらいの感じなんですね。でこれもこの辺ダイアルカナで、これもすごくいいカードなので、Cさんの今月はちょっとこれは、はい、すごいですね。だけどあまりなんかすごいことが起こるんだと思ってまんじりともせず待っていると、さっき言ったように知らない間に車が裏に止まってたとか、まあ、なかなか気づかないこともあるので、なんていうのかな、本当に何も考えないようにした方がいいかもしれないですまあここまで言われたらちょっと考えちゃうかもしれないけど、早めに忘れて毎日心をこうなんかわーっていうのを少しずつこう不安でぶれたりするのを少しずつ少しずつこうセンタリングして軸をしっかり保つとか、もしくは毎日をすごくこう瞑想をしたり心をこう落ち着かせるとかね、なんかその現状に出ていた不安な状況っていうのをわざとこう俯瞰して見てみるとかね、なんかあ大丈夫大丈夫死なない死なないみたいなねそのぐらい思ってあえてこう俯瞰して恐れとかに対して、すごくこう大きい眼差しで見てあげるとかね、まあ、そういったことされてもいいかもしれません。はい、ということで、なんか C さん、なんだろう、なんか面白いことあったらインスタでコメントお待ちしてますここのコメント欄は開けませんけれども、はい、面倒なんですいません、ではですね、よし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 、はい、それでは、C のテンプルオブドリームスを選んだ方の、この選択肢のカードから、今月も守護天使からのメッセージ直接受け取っていきたいと思います。この変容はあなたが夢見たものとは少し違うかもしれません。
あなたが今まで経験したことから想像する物質的な変化からはかなり遠く離れたところで行われるでしょう。やっぱり同じようなこと言ってますね。あなたにとっての夢、叶えたい願いなど、そういったものは持っているかもしれません。あなたはたくさんの夢を思い描き、それを物質的に想像してきたかもしれません。ですがそれらはすべて最終的に物質として、表立って現れてくるのであって、先に変わるのはエネルギーです。そして大抵の場合、このエネルギーが先に変わるとき、多くの人は気づきません。ですがあなたの今回の変化変容は、おそらくあなたが内側でちゃんと気づいていくほどの大きなものになります。とても大切なことは、なんだこんなことと思わないということです。なぜなら、この変容をくぐり抜けた後、世界は全く違ったように見えるかもしれないからです。あなたが今まで望んできたものが、もしかしたら急に色あせて見えるかもしれません。あなたが欲しいと思っていたものが、とてもちっぽけに思えるかもしれません。この地球で、あと一体何をすればいいのだろうと思うほど、もしかしたら物質的な人生において、分かりやすい行動や分かりやすい目標などは消えてしまうかもしれません。しかしそれはやがてあなたのもとに形を変えて戻ってくるでしょう。ですからどうか今回の変容に身を委ねてみてください。大丈夫。今あなたが思っているよりもそれはあなたにとって嬉しい変化となるでしょう。最後にできれば三次元的な変化変容にあまりこだわらないということを心がけてみてください。その方がずっと簡単で速やかに行われるからです。大丈夫。あなたはどんなに今怖かったとしても、あなたにとって本当に悪いことというのは起こりません。もしそれが起こっているように見えたとしても、そう見えるというだけなのだということが分かるようにいずれあなたはなるでしょう。あなたを愛しています。はい、なんか一年の締めに C さんはすごいことになりそうですね。ねえ、まあもう、でももう感じてるんじゃないかな。エネルギーの現状すごかったですからね。もう爆誕って感じがすごい、本当にしました。なので、そうですね。本当にね、すごい変容って知らない間にやってきて、だけど結構、普段は気づかないけど今回はわかるんじゃないかみたいにも言ってましたね。まあ、だけどそれもやっぱりその三次元的な変化変容にあまりフォーカスしてしまうと気づかないとか遅れてしまうとかうまくね生きにくいとかそういうようなことも言ってましたので、ぜひですね、まあその三次元的な変化変容というのは結果に過ぎないっていつも言ってますけれども、まあそういったことをね、ちょっと頭の片隅に入れていただくだけで、そこを追いかけなくて済むかなとも思いますので、これはね、ピンときた方はぜひ参考になさってみてください。はい、それでは C のテンプルオブドリームスを選んでいただいた方のリーディングは以上となります。はいね、なんか C さんちょっと全体的に
すごいけど現状ではちょっと怖がってねいる感じが出ていたので、もしかしたらねご本人はなんか気が休まらないことがあったり怖いって思うようなことがあるかもしれませんけれども、まあなんかご愁傷様ですだけどやってきちゃうから変容って怖いけどね、そのさっき言ったように私がうわー怖いーと思って椅子にしがみつくあの恐れっていうのはやっぱあるんですよね、人間の中にはね。そうだけどそれでもいざね、それを受け入れるっていうか受容するっていうのかな、それもねなんていうのかな、そのよく注射する時とかね、こうなんか怖がると痛いよみたいな、よくねそういうような言い方することもあると思いますけれども、むしろこう力を抜いた方がいいよとかね、なんか人におんぶしてもらう時とかもこう力を抜いた方が運びやすいよとかよくあると思いますけれども、そんな感じで、まああまりねこうギュッてならずに、ぜひできるだけリラックスして、そしてあまりこうこだわらず、まあどうとでもなれぐらいかな、それが一番いいかなと思いますね。まあそのさっきご愁傷様ですって言ったの、私が結構その怖がりなのですごい怖がって、今までの大きな変容の時もいつも怖がってたのでその時の怖さをねよく覚えているので、はい、まあ今も感覚的にはもう思い出せないんですけど、すごい怖かったのを覚えてるんですね。なのでまあその気持ちはわかりますということですね。だけどあまりねそう怖がっても仕方ないってわかれば、ぜひそこはね、力を抜いていただけたら、もしかしたらもっと楽にね変化変容を受容できるかもしれませんので、これもピンときた方はぜひ参考になさってみてください。はい、ということで、今日もね、そして今年1年、今月の守護天使からのメッセージ聞きに来てくださりありがとうございました。はい、以上となりますがいかがでしたでしょうか。ね、本当にちょっと、冒頭でも言いましたけども、1ヶ月ね間が空いてしまいましたが、それでもこうやってね、見に来てくださってる方、ありがとうございます。言いましたけどね前回も、ちょうど11月の、中頃まで、はい、休暇を取ってパリの方に行かせていただきました。たくさんねいろんなものをインプットしようと思って、美しいものをたくさん見たり、いろんな経験をしたり、はい、して、またねそのことについては、インスタでもずっとね配信、投稿したり、あとライブもね、皆さんインスタライブも本当に来ていただき本当にありがとうございます。そんな感じでやってきましたけど、またねおしゃべるサブチャンネルのおしゃべるとかでもね、ちょっとね、まあなんかパリだけではなく、ちょっといろんなものをこう通して、受け取ったメッセージのことのもまたね話したりしようかななんて思っておりますので、ご興味のある方はぜひまたねサブチャンネルも覗きに来てください。そしてその後ね、インスタでも言いましたけど、まんまとね私は帰ってきてからですね、流行り病にかかりまして今もねまだ自宅軟禁中でございますけれども、はい、まあでも家でねこうして撮ることができるので本当にありがたいなと今の仕事がね、思っております。まあね本当に、ちょうどね時期的にも風邪とか流行ってますので、他の風邪でもねかかってる方たくさんいらっしゃると思います。ぜひね本当に暖かくして、急にね今日ちょっとね実は暖かいんですけれども、明日からまたぐっと冷え込むということなので、皆さんもね暖かくして水分たっぷりとってね、はい、そう加湿器とかね使ってね、ぜひぜひ、乾燥に気をつけて、今年もあと1ヶ月ということなのでね、ぜひそれを楽しんでね皆さん過ごされてください。はい、ということで、ちょっとね収支替えね、こう、後ろの壁紙とかくれたかも、ちょっとパリから買ってきましたけどおデブ天使になっちゃった結局でもあんまりね細いろうそくだとね、すごいね細いろうそくって背が高くてね映らないのでね、このぐらいの低いろうそくについなってしまうのですが、おデブ天使をどうか皆さんお見知りおきいただければと思います。はいね、もういよいよ、クリスマスももう少しずつやってきて、まあねその時またクリスマスの時はいつもね、天使さんスペシャル企画みたいなのができたらなとは思いますけれども、まあ、あんま変わんないですけどねはい、ということで、今月の守護天使からのメッセージっていうね、毎月、頭に お送りしているものは2022年はね、今回が最後となります。ね、早いですね、私も今のこの、スタジオ兼家
自宅に引っ越してきてもう1年経ちました。なんか自分でも本当にびっくりしましたけれども、ね、皆さんどんな1年でしたでしょうか。あとまだ1ヶ月ありますのでね、まあ、結構ね今回いろんなあのメッセージ聞いててもなかなか皆さん充実してらっしゃる感じがしましたので、はい、内側をね本当に充実させて、そして人生を楽しんでね、今年を締めていただければと思います。はい、それではね、今日もねこちらの今月の守護天使からのメッセージ、そして1年間ね本当に聞きに来てくださりありがとうございました、また来年もね、もうちょっと早い気が早いですけれども来年も私と天使さんたちで、続けていけたらと思いますので、ご興味のある方はまた聞きに来てください。はい、それではですね本当に、1年間ありがとうございました。そしてね皆さんもねできれば毎日自分のについてらっしゃる、まあ、守護天使なり守護霊なり、まあ、言い方は何でもいいんですけれども、サポートしてくださってるガイドさんたちとかね本当にできるだけ話しかけていただけると本当にこうつながりができていって、そしてねサインもくださいっていうようにするとねできるだけあのサインも送ってくれると思います。わかりやすい形でね、うまく受け取れなくても諦めないということもすごく大事です。サブチャンネルのおしゃべるの方で、天使特集ね、前編後編とアップしてありますので、まだね、お聞きでない方と、そして天使とかガイドにね、興味がある方はぜひね、聞いてみてください。はい、それでは、本当に1年間ね、ありがとうございました。またね、他のカードリーディング動画をあげたいなと思うんですけれども、今月の守護天使からのメッセージは、今回が2020年最後となります。本当に1年間ありがとうございました。バイバイ、またねー。